アレクシス・オン・ファイアはカナダ出身のポストハードコアバンド。同国を代表するロックアーティストであり、本国の受納賞において年間最優秀グループを受賞した実績を持つ。カナダのスクリームシーンではカリスマ的な人気を誇るバンドであり、リリースしたアルバムはすべてアルバムチャートにて上位を獲得。また、本国のみならずアメリカ合衆国やイギリスでも、 非常に高い支持を得るようになっていた。2011年に各メンバーのサイドプロジェクトに専念するため、解散宣言を公式サイトで発表した後、翌年のツアーをもって正式に解散したが、2015年に活動を再開した。2001年、オンタリオ州、セントキャサリンズにて、ジョージ、クリス、ウェード、ダラス、ジェシー等の5人で結成。 2002年9月、自身の名を冠した、ファーストアルバム、アレクシスンファイアーをリリース。非常に高い評価を得る。2004年6月、セカンドアルバムとなる、ウォッチアウトをリリース。カナダアルバムチャートにて、初登場6位を記録。同11月に初来日公演を開催。2006年8月、サードアルバム、クライシスをリリース。 彼ら自身初となるカナダアルバムチャートにて初登場1位を獲得。全米ビルボードアルバムチャートにおいても189位を記録した。2009年6月、ホースアルバムオールドクローズ・ヤング・カージナルスをリリース。このアルバムはカナダアルバムチャートにて初登場2位を獲得。全米ビルボードアルバムチャートにおいても81位を記録している。 2010年10月 HRHMK フェスラウトパーク2010出演にて6年ぶりの来日公演。2011年ダラスがサイドプロジェクトでの活動に専念するためにバンドを離脱することを公式サイトで発表。2012年に行われるライブツアーをもってバンドを解散することになった。ギタリストのウェードはギャローズに ボーカルとして加入した。ジョージは解散について解散は友好的だったのか。あんまりそうとは言い切れないね。でも必要だったのか。多分そうなのかもと話しており、バンド内での方向性をめぐって不和があったことを示唆している。しかし同時にそれでもこのバンドのメンバーは僕にとっては家族の一員だし、この先行あることのみを願ってるよとも語った。 ラストツアーとして、カナダ、イギリス、オーストラリア、ブラジルを15ヶ月にわたって巡り、ツアー後正式に活動を終了した。しかし、解散後も活動時の未発表音源、ライブ音源などを散発的に配信し続けた後、2015年から活動を再開した。ありがとうございます。